こんにちは。心理カウンセラーの深田静香です。今日は以前16本のシリーズで配信していたアラフォー独身女性のための悩みは副業型企業で解決できるのノーカット版をお届けします。シリーズで聞いてくれていたあなたも、今回初めて聞いてくれているあなたも、ぜひ聞いてくださいね。そしたら今日は、アラフォー独身女性の方が、人生でいっぱい悩みを抱えてると思うんだけど、僕がカウンセラーをしてて、やっぱりもちろんその時その時にね、その人を楽にしてあげるとか、そういうことは心がけるんやけど、20年以上続けてきて、やっぱり僕自身が一番思うのは、結局その、人間関係の悩みが多いんだけど、もうこの人と縁を切ればいいのになとか、この職場辞めればいいのにな、それも人間関係だよね、思っても、やっぱりお金がね、どうしてもないよね、やっぱりみんな今は生きていくためにその仕事をしてるんで、特にアラフォー独身の女性の方はね、やっぱりやっとここまで来たっていう職場でね、職場の中で、ものすごいこう、若い時はね、普通の人たちと一緒にしてて、そしたら例えばその同期の人であるとか、先輩であるとか、後輩の人たちが一人結婚で辞めとか、また結婚してるのにまだそのまま仕事を続けるとか、職場自体もまたね、その職場のその結婚しているその同僚と自分、それと結婚してる先輩と結婚してる後輩と、それと結婚してる男性の人たちと、その職場のね、また途中からその30代の中ぐらい、中頃ぐらいから、それまでとはまた違った人間関係の悩みっていうのが出てくるよね、でもちろん結婚なんていうのは誰でもそうなんやけど、その私は独身でっていう人も中にはいるかもしれないけど、ほとんどの人がたまたまね、独身で40歳を迎えたっていう人がほとんどだと思うんだよね、でそうなってくると、大体35、6歳ぐらいから、言えば親からは言われ、友達からは言われ、職場でも言われ、でだんだんこう言われることもなくなり、ね、40歳近くなってくると、で言われたかと思ったら、なんかものすごいこう、深刻に何かあるのみたいな、で本当はそんなに僕ね、悩んでる人ばっかりじゃないと思うんやけど、だんだんこう深刻になってきてしまうよね。やっぱり人間っていうのは、やっぱり環境に左右されてしまう生き物なんで、そんなに思ってないんだけど、人から言われれば言われるほどね、私って結婚なんかできなかったのかなとか、そうすると私の何が悪いんだろうとか、なんか私のもし結婚ができないんだったら、もうこの仕事を一生懸命やらないと今度は生きていけないわとか、なんか出世しないといけないわとか、なんかだんだんその自分で自分のことをこう追い詰めてきて、でさらにその自己評価が低くなって、でそもそも、40歳ぐらいで独身の女性っていうのは、そのもともとね、僕の経験からいくとね、やっぱりね、真面目だよね、なんでかって、こう一個一個の人生の出来事をやっぱり重く受け止める傾向があって、
まあ、例えば結婚とかでもね、うん、そんなにいい加減に適当に結婚してる人なんかいないって思ってる人が多い、わかるよね、はい、でもほとんどの人がね、うん、単純に結婚適齢期の時に付き合ってた人と結婚したり、家を出たいから結婚したり、その時してた仕事を辞めたいから結婚したり、まあ何が言いたいかというとね、適当な理由で結婚してる人が多いと思うよ。なんでこんなことを言えるのかって言ったら、結婚してる人のカウンセリングもやってるわけじゃない、はい、もう基本的には夫婦の問題の相談が多いわけよね、はい、でまあ大体カウンセラーなんかやってるとね、この世の中にはうまくいってる夫婦はいないのかというぐらい次から次にうまくいってない相談なんよね、まあ、例えば親子仲の相談であったり、子育ての相談であったりとか、例えば義理の親御さん、そもそももともと他人なんやし、旦那さんになった人とは恋愛感情とかもあったり、まあ、お見合いでも気に入ったり、ね、人から紹介されてもね、まあ、ある部分気に入ってるという部分はあると思うから、今の時代であればね、そういう自分子育てでうまくいってない、子供との関係がうまくいってないとか、義理の親との関係がうまくいってないとか、まあ、自分の親との関係がうまくいってないって言ったらまだ話は分かるんやけど、やっぱり夫婦間がうまくいってないというのがやっぱり非常に多い。これって、まあ、まあ一番はもう結論として思ってたのと違ったっていう人ばっかりなの、で僕はその前にね、いやそんなに分かって結婚してないでしょうと、その時の勢いで結婚したでしょうって言えば、まあほとんどの人がね、そうだったと思うと、まあそうないよね、だって生まれも育ちも違う人、で恋愛感情になった、でたまたまそれが適齢期だった、たまたま相手からプロポーズされた、それで、ね、みんながみんなじゃないと思うけど結婚したら、ね、そんな思ってるのと違ったっていう以前の問題やっていうことはわかるよね、大体ね、もちろんそういう夫婦の相談ではそういう思ってたのと違った、結婚した時は優しかったのにとか、でそういうのが多いんやけど、意外と多いのが、うまくいってる方だと思います、だけど、悩みがありますと、何のって、なんか違うと、なんか違う、でうまくいってる、じゃあ具体的にはどういうふうにうまくいってるんですか、だからこういうふうにこういうふうにとか言うね、まあ、例えば1ヶ月に1回はどっかに遊びに行くしとか、食事に行くしとか、ね、それとかそうだな、まあ喧嘩をしないしとか、あんまりと、で僕がそれはうまくいってるんですかって、まあ、そもそも、あなたの旦那さんはどこが優しいんですか、ね、そこまでちょっと踏み込むとね、どこが優しいんでしょうと、優しいと思ってるんですか、よくわからないんです、それってうまくいってないんじゃないですかって、不満があるんじゃないんですか、もっと言えば我慢をしてるんじゃないですか、そしたらそうかもしれないと、仲が悪いか、我慢をしているという人が結婚してる人ってほとんどないよ、僕は今ね話しているのはね、結婚してる人は、ね、結婚してる人で悩みがあり、結婚してない人は結婚してない人で悩みがあり、ね、
これどっちとも最終的には、うん、その、まあ、例えば結婚してでもなんで我慢してるか、うんうん、なんで仲が悪いのに離婚しないか、うんね、みんな子供のためとかいろんなこと言ってるけど、うんうんうんね、もし毎月、うん、そうだな生活普通にできるぐらいのお金を誰かがくれると言ったら、うんうんね、どうしますかって言ったらみんなそこで考えるんよね、うん、考えるということは、うん、いや別れるという選択肢が出てきてるんやんっていうことよ、うん、ということは、うん、お金がないから、うん、お金がないから我慢してる、うんね、仲が悪くても我慢してる、うんうん、仲がいい努力をして自分の素直な気持ちに我慢をしている。大体これは結婚してる人のほとんどじゃないかなって、うんうん、僕は悩んでる人のね、うん、まあもちろん世の中にはすごく幸せなうまくいってる人もいるんだけど、うんうん、あんまり僕はその見たこともないね、うん、僕のところに来る人は当然違うだろうけど、うんうんうん、まあ、世間的にこう見た時にね、うん、そんなになんか幸せそうな人はあんまり見たことがない、うんうん、じゃあ独身だったら幸せなのかと、うん、それがまたあんまり、うん、幸せそうな人を見たことがない、うんうん、これ幸せそうな人っていうのはね、はい、大体旗から見たらわかるよね、うん、周りから、うん、こう割と何て言うかキラキラしてるよね、うん、オーラというか、うん、エネルギーというか、はい、楽しそうというか、うんうんうん、それとかねやっぱり一番はね、うん、何か目的があるよね、うん、特にその、うん、独身女性の場合は、うんうんうん、やっぱりこう何かね、すごくもなくてもいいんやけど、うん、目的を持ってる人っていうのが、うんはい、まあ、独身で幸せな人じゃないかなって思うんで、うん、ただ実際カウンセリングをするとね、うん、まあ、静香ちゃんもそうかもしれないけど、はい、独身を生かした目的というのが、うんうんうん、まあまあ普通ないよね、うんどちらかというと結局結婚してる人も、うん、結婚してない人も、うん、ね、なんか目的もないし、うん、我慢をしてる、はいはい、うん、特に今結婚してる人に関してはまあお金がない、うん、経済的に自立してないっていうことが、うんうん、ものすごいやっぱりネックになってる気がするんよね、うんうん、で最終的にはまあ僕はまあ根本治療として、はい、その別れるとか別れないとかの別に、うんうん、その経済的自立をしてみてから、うん、自分の心に正直になって生きていった方がいいんじゃないかと、はいはい、うん、で独身の人もそうなんよね、うんうん、で独身の人は僕は逆に言ったら、うん、結婚というものが現実的にはどういうものなのかっていうことを今話したようなことを分かって、うんうん、わざわざ、うん、その好きでもないのに、うんうん、ね、焦って結婚したりとか、うんうん、そういうことをしてもいいけど、はい、本当にそんなことをする必要があるのかなっていうのはすごく思うね、うんうん、で特に、まあ、今日の話は、ね、うん、その結婚してる人はこんなことで相談してるんだよって、うんうんね、それ知ったら、はい、焦って結婚したり、うん、無理して結婚したり、うんうんうん、ね、する必要がないということをまず分かるよねと、うん、じゃあその上でやね、うん、せっかく独身なんやから、うん、ね、僕はもういろんなことをしてもいいと思うんやけど一番自分普通に満足するっていうのは、うんうん、お金持ち、うん、ね、うん、結婚してる女の人よりも自由に使えるお金があるということがやっぱり自己重要感、うん、自己評価も上がるしね、うんうん、はい、そして
お金持ちになるということは、うん、まあ大方の場合ね、うん、人の役に立った人を助けたっていう結果なんよね、うんうんうん、そしたら今度は生きがいというのも出てくるから、はい、うんうん、ただお金のために生きるんじゃなくて、うんうんうん、ね、自分の満足のために、うんうん、ね、そして人を助けた、うん、人の役に立った、うんね、人を喜ばせるでも何でもいいわけじゃない、はい、その証しとしてお金が入り、うん、そしてそのお金で、ね、自由なことをする、うん、欲しいものを買う、うんね、そういうのが、まあ、理想だよね、うんうん、結婚してる人もそうだよね、はい、経済的に自立してれば、うん、今後の将来のことを、ね、本当にちゃんと自分に素直に考えることができる、うんね、自分の好きなものも買える、うんうんね、そして独身の人も同じだよね、うん、経済的自立というので、うん、人生の悩みの大半を占める人間関係の悩みっていうのが根本的に解決できる可能性が非常に大きいというのを僕はカウンセラーをしてて思うよね、うんでもほとんどの悩んでる人は、うん、いや経済的自立はちょっと難しいって、うんうん、でそれはまあ一昔前であればね、うん、女の人が、うんまあ、主婦であったり、はいはい、その独身であっても女の人、うんまあ、この社会というのは男社会だから、うん、ものすごくその不平等だと思うんだけど、はいうん、男の人だったら、うん、あのまあある程度チャンスをこう手に入れることが女性に比べたら簡単なようにもう仕組みができてしまってるよね、まあ、もちろん女性はとても経済的自立をしていくためには、まあ、例えば OL とかをしながら経済的自立をするほどまだこの日本のその企業であるとかそういうところは女の人がどん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 多くの人が出世できるっていうことは難しいから、うん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 、で一昔前までは、まあ、我慢したり諦めたりしてる人が多かったと思うんだけど、うん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 、今の時代っていうのは個人がインターネットを使って、うんうんうんね、起業できるビジネスにチャレンジできるっていう時代になったんだから、うんうんうん、僕は特にその独身女性の人はやっぱりなんていうかな、こうそれに価値があるかないかは別として、独身だけどあの普通の女の人よりお金持ちなんだっていうのが分かりやすいじゃん、うん、自分にとっても人にとっても、うんうんうん、ね、そのお金以外のものに価値を持ってる人もいるんだろうけど、うんうん、人間には根本として承認欲求というのがあるんで、うん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 、自分がいくら生きがいとかを持ってたとしても、うんなんていうかな、人に認められなければどうしても何かが違うっていうふうに思ってしまう生き物なんよね、うん、だったら人に認めてもらうためじゃなくて自分が、うん、自分の承認欲求を、うん、あの満たすためにやっぱりお金持ちになる、うん、ということを真剣に考えたらいいのが特にアラフォー独身女性、うんうんまあ、もちろん50ね、はい、50代ぐらい、うん、60代の独身の人でも、うんまあ、最近は多いんでね、はい、全然思っていいんだけど、うん、やっぱりチャンスとしてはアラフォーの人が大きいよね、うん、まだ若いから、はい、でもちろん結婚っていうのはある意味縁のもんなんで、うん、やっぱカウンセラーしてるとね、うん、ある日突然結婚しましたとか、うん、でそんなに全然努力してなかった、もう私は、うん、あのもうビジネスに生きるんです、はい、いうなようなことを言ってたのに、はいはい、なんか半年ぐらい経って、はい、あの結婚することになりました、先生あ、それはいいんじゃないと、うん、であそれはそれでまた、うん、そっちの道に行ったらいいじゃない、うん、だから結婚なんてね、なんていうか縁だよ、うんうん、変に努力すればするほど、はい、その縁が遠のくっていうのかな、はいはい、うん、だからちょっと自然体で、うん、ね、あのどちらでもいいというよりは、うんうんうん、あの縁があれば、はいね、結婚は全然大丈夫よみたいな、うんうん、だけどそれよりも、うん、
人生ってね、うん、ちょっとねシンプルで分かりやすい方がいいのよ、はい、うん、私は結婚よりも、うんうん、結婚をしないんじゃなくて、うんうん、結婚よりも優先順位としては、はい、ビジネスをして成功するということを、うんうん、ね、人生の目的に今してるという方が分かりやすいのね、うんうん、あれもこれもこれもっていうふうにしてしまうと心を向けていく方向性がね、うん、ちょっとボケてしまうんで、うん、ね、どうしてもその心を向けて集中してそこにエネルギーを集中していかないとビジネスなんていうものはなかなかできないんで、うんうんうん、ね、ただその会社辞めて、うん、独身なのによ、うん、起業しますとで借金しましたと、いやそれはダメと、うん、ちゃんとお仕事をしてね、例えば今は政府も副業っていうものを進めてるんやけど、例えばちょっと誰かにこそっと聞いたりしてね、自分の職場が例えば副業というものを認めないというところであった場合、僕はその転職をするというのも一つの方法じゃないかなと、うんうんうん、で転職をして副業 OK なところに勤めながら副業型の企業というものをねチャレンジしていく、はい、だから静香ちゃんの場合は、うん、その安定している職業に、うんうん、あのついてるからいいんだけど、はいはい、この音声を聞いてくれてる、うん、その方はね、はい、アラフォー独身の方は、はいはい、そんなに、うんうん、なんていうのかな、こう、うん、安定もしてなければ、はいはい、自由でもない、うん、副業もダメ、うん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 、給料も安い、うん、でそんな人はまずはその起業よりも転職っていうことも考える、うんはいはい、で今はそのインターネットとかにも転職サイトとかそういうところがあるんで、うんはい、あのそういうちゃんとしたところでね、うん調べたりとか、うんうん、してだって給料も安い副業はダメみたいな、うんまあ、はっきり言ったら僕から言わせれば、はい、もうブラックやわね、うんうん、そうですね、うん、そんなところに勤めて、うんうんうん、ねえどうすんのっていうね、うん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 、だったらね給料は一緒でも、うん、もしくはちょっと下がってでも副業ができるっていうところに、うんはいはい仕事変えた方がいいよね、うんうん、それからそこに慣れて、うんね、それから起業の準備に入ればいいわけでしょ、うんうんうん、で僕が教えてる副業型起業の始め方っていうのは、うんうん、ほとんどお金もかからないし、うんでまあ、少しずつ、まあ、ブログとかを少しずつ変えていくっていうんだから、うんはい、そんなに時間も、ね、かからないわけだから、うんうんうんやっぱり生活するためのお金、はい、それが確保できる職場なのかどうか、うんうんうん、でやっぱりそういうのっていうのは考えた方がいいよね、はいうんうん、で今度は静香ちゃんも、はい、せっかく、はいまあ、静香ちゃんの職場っていうのは果たしてその副業をしていい職場なのかどうかやっぱりそういうのもあんまりあからさまじゃなくって、はい今政府って副業とか言ってますよねって、うんはい、この会社っていうのは、うん、このね、うんうん、副業とかしていいんですかって、うんうん、これ本当は就業規則の中にね、うん、副業はダメって書いてなかったら、はい、副業は法律的そのねはしていいってなってるね、うん、法律というかまあ、うん、社内則ね、うんうん、だからまあその辺も、うん、まあもし静香ちゃんのところがね、うん、副業は絶対ダメみたいなところであれば、うん、やっぱりちょっと将来的には考えなきゃいけないかもしれない、うんはいはいね、でもまあ簡単に今安定している職業でそれを手放すっていうのはあんまり簡単にしない方がいいし、うんうんね、でもまあ静香ちゃんがその副業というのをね、うん、今後も続けていくときに、はい、そのいざでお金持ちになりましたと、うん、バレましたと、うん、ダメって言われましたと、うん、
でもうその仕事を手放すほどはまだ収入は副業から得られてませんっていうことがないように今のうちにね、うん、やっぱりそういうのも少し調べられるんであれば調べといた方がいいんじゃないかなと思うんで、うん、そのあたりもやっぱり視野に入れて、はい、うん、でここまで言って、うん、ね、経済的自立を進めるのはね、うんうんうん、本当に僕のカウンセラーとしての経験からいくとね、はい、経済的自立以外ね、うん、根本的に人間関係を解決する手段がね、うんうんうん、なかなか見当たらない、うんうん、いくら考え方を変えると言っても、はいはい、もう結局は我慢なんよね、うん、で我慢からはやっぱりその苦しさしか出てこないよね、うんうん、はい、うん、やっぱり誰かと縁を続けていく、うん、ね、それとかまあ自分がその誰かの世話をするとか、はいはい、ね、それだけが方法ではないと思うんで、はい、やっぱりお金を手にして、うんうんうん、そして自分に正直に向き合う、うん、そのためにも今の時代であれば、うん、やっぱり僕は強く強くね、はい、やっぱり副業型の企業ね、うんうん、生活するためのお金は確保しながら、はい、うん、企業ビジネスにチャレンジしていく、うんうん、ね、まあ、極端に言ったら何年かかっても3年かかっても5年かかってもね、はいはい、というのが僕の根本的な人間関係の解決方法なんよね。この答えはそのすんなりこう今悩んでる人ね、人間関係に、はいはいはい、まあ、多分静香ちゃんもそうだよね、はいはい、人間関係悩んでる人がね、うんうん、お金で解決って言われても、はい、あんまりピンとこないかもしれないんだけど、うん、その相談に乗る立場、うん、カウンセラーの立場からするとね、うんうん、はい、もう本当にそれ以外で根本的にどうやって解決するんだっていうのを、うんうん、はい、なかなか見つけることができない。うん、だから僕は誰でもね、うん、お金持ちになれるチャンスってあると思うんで、うんうんうん、はい、これ子供の時からね、うん、大人になったら自分でビジネスをするのが当たり前なんですよって、もし小学校とか中学校の時に僕たちは学校で習っていれば、うんうんうん、ね、はい、当たり前のようにチャレンジをしてたんだと思うのよ、うん、でもしかしたら将来はそうなるかもしれない、うんうん、ね、だったら今はインターネットというものすごいものがあるんだから、うん、それを利用して人間関係の悩みが続いてる時ってね、うんうん、何してもしんどいんよ、うんうん、そうだよね、はい、体調も悪くなるし、うん、もう明日のことを考えるのが鬱陶しい、うんうん、はい、もう胃がキリキリ痛くなるとかね、うんうん、だったら一度の人生なんだから、うん、お金持ちになること、うん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 、ね、あんまりなんていうかな、こうビジネスするとかね、起業するとかね、うん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 、そういうね、うん、実はかっこいい言葉を使わなくてもね、はいはい、お金持ちになるんだと、うんうんうん、一度の人生だからお金持ちになるんだと、はいはい、でお金持ちになることにチャレンジするんだと、うんうん、いう人生で僕はいいんじゃないかなと、うんうん、みんなねちょっとね人生はね、うん、難しく考えすぎてる、うん、うん、もっとシンプルに、はい、ね、うん、お金持ちになるということが、うん、どれだけ多くのことを解決するのかっていうことをね、やっぱり女性は特に結婚しててもしてなくても、うん、ぜひ知ってほしいよね、うんうん、やっぱり女性は子供の頃から知らないうちに、うん、はい、そのまあ、特に日本人の場合はね、うんうん、
そのお金お金っていうのを、うん、なんかダメなことのような、はいはいね、ダメなわけがないよね、うんうん、貧乏なのがダメに決まってるんよ、うん、でお金のことで、ね、嫌な人とずっと一度の人生なのに一緒にいなきゃいけないとか、うんね、そんなんダメに決まってるんよね、うん、ねそっちの方がよっぽど難しいんよ、うん、お金持ちになるよりも、はいねうん、だから人生ってそんな難しいことばっかりやってたって、うん、そんな学校のテスト、うん、の時のテストと一緒でね、うん、難しい問題ばっかりチャレンジしてたって、うんね、解けるわけない、はい、どうせだったら、うんね、より簡単な方をチャレンジしていく、うん、その方がよっぽど楽しいしね、はい、わかるよね、はい、だから静香ちゃん自身も、うん、そして静香ちゃんのこの YouTube を聞いてくれてる人も、うんね、お金持ちになるんだってシンプルに思っていいから、うんはい、わかるよね、うんうん、もしかしたら誰かに、うん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 、あなたはお金持ちになっていいんですよって言ってもらうのを待ってたのかもしれない、うんうんうんだから自分自身に僕から言われなくても、うんはい、自分自身にねお金持ちになっていいんだよと、はい、ちゃんと言ってあげて、うん、自分に優しくして、うんね、一度の人生だからチャレンジして、はい、チャレンジだけじゃなくて、うん、お金持ちになって、うん、成功して、うん、生きていってほしいなと思いますね、はいうん今日はこれで終わります。はい、ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございました。先生の話、いかがでしたか？私はこの話を聞いて、子供の時にこういう話をしてくれる人がいたらよかったなって感じました。最後に先生が言ってたように、せっかくの人生なんだからシンプルにお金持ちになっていいんだよっていうことを繰り返し自分に言ってあげたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。今回はこれで終わりますね。深田静香でした。また来ますね。